荒野の誓いは2017年のアメリカ合衆国の西部劇映画。監督はスコット・クーパー。出演はクリスチャン・ベール、ロザムンド・パイク、ウェス・ステューリなど。西部開拓時代が終焉を迎えた19世紀末のアメリカを舞台にネイティブアメリカンを激しく憎む軍人が宿敵シャイアン族の主張とその家族を護送する旅を通じて相互理解を深めていく姿を描いている。 1892年、インディアン戦争の英雄で現在は監視を務める、ジョー・ブロッカー隊員は、シャイアン族の族長イエロー・ホークとその家族を、ニューメキシコから部族の居留地があるモンタナへ護送する任務に就く。道中、コマンチ族に家族を残殺されたロザリーという女性を、加えた一行に、互いの協力なしでは、生き延びることができない危機的状況が、次々と降りかかってくる。 ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、荒野の誓いは、見事なビジュアルとクリスチャンベールの堅実な、中心的演技の恩恵を受けており、どちらも村のあるストーリーを高みに上げるのに、役立っている。であり、220件の評論の内高評価は70%に、当たる155件で、平均点は10点満点中6.76点となっている。メトクリティックによれば、 41件の評論のうち、高評価は23件、賛否混在は15件、低評価は3件で、平均点は100点満点中65点となっている。ありがとうございます。